こんにちは、スーパーマーケットのゲームやります。これ私がスーパーの警備員さんになるんだよね。で、万引きする人とかいるらしいね。それを私が取り締まるみたいな。いや、ちょっと厳しめに行こうか。自分がね、このスーパーのほんと持ち主ぐらいの気持ちで、何かあったらすぐ逮捕みたいな、そういう感じで行こうかなと思います。昼1だって。あ、これどんどんあれなのかな。なんか鳴ってるぞ。見て、右上タブレットを取る。タブレット、あ、これか。なんかこれっぽいね。 iPad みたいなのあるけど、これを取ってタブキーを押すだって。タブキーを押して、あー、これか。これを、あー、なるほどね。下にドラッグして押すと、あ、なるほどね。アナボウエロさんから電話が来たんだね。もしもし。ん、あ、こんにちは、ラファエル。私はアナボウエロです。大喜びです。あなたにこの仕事を勧めたのは私です。ちなみに私が電話をかけているのはこのタブレット。アナボウエロさんから私依頼されたんだね。常に手元に置いてください。下記のような事情があるためあなたを採用しました。スーパーマーケットでの強盗という深刻なちょっとした問題。どっちやねんクソガキはいつも何かを食べます口が悪いな。役がガバガバなんだよ。カバンに物を詰め込むクソ老人たち。君がセキュリティのコツについて何も分かっていないのは分かっている。でもあなたのインスタグラムでスペインの小さな国旗があるのを見たので。そしてあなたはいつもジムにいます。あなたならこの仕事をうまくやれると思っていた。あ、なるほどね。私ジムにいてすごいマッチョみたいな体格がいいんだね。だからちょっと力ずくでも取り押さえてみたいな。完全チームリーダー役がガバガバ。私たちが用意した材料は警棒と結束バンドだって。あー、なる、何かあったら警棒でやっつけていいみたいな、そういう感じかな。結束バンドってなんだろう。手錠みたいなやつかな。レシートを確認することで購入内容を確認できますだって。はい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 。手綱をつけて監視箱に入れます。あー、なんかそういうあるんだね。ちょっと入れるとこ。そして誰かが生意気になったら警棒を使ってください。同様にもし見たら、こんなクソみたいな奴らが走ってくるなんて、あなたは恐れることなく警棒で彼を殴り。なるほどね、手錠をつけろみたいな。怪しい人がいたらもう殴って手錠かけちゃえばいいみたいな感じか。お、やっと電話終わったね。見て右上、客を監視するだって。とりあえずなんか他にありそうじゃないね、持てるもの。あ、これとか持てんじゃない。あ、いけそう。あ、手錠あんじゃん。これで万引きとかした人を入れると、あ、でここにセットするとね。なるほどなるほどなるほど。いや、じゃあ出勤1日目だね。緊張するけど、私がっつり取り締まらせてもらおうか。ちょ、出勤する前にちょ、ここ見渡していい？ここなんだ。あ、トイレか見てこれ、犬いるんだけど、犬もうんちしてるわ。ちょうどね、トイレだしね。さあ、ここはなんだ。お、ここなんか入れそうじゃない。あ、いけそう。なるほどね。あ、ギターとかもなんか持てそう。あ、ギターは持てないんだこの持てる持てないの微妙なねところがよくわかんないけど、ここがもしあれか、監獄か、ここに連れてくるみたいな、そういう感じかな。まあ、とりあえず扉閉めて、じゃあ行ってくるわ。私出勤1日目。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー。大変お役、お、大変お安くなってますよ。いらっしゃいませー。手を使わない。強者の老人感があるな。いらっしゃいませー。エンリケ。いらっしゃいませー。さ、こんな近くで行ったら、さすがにね、盗もうと思っても盗めないみたいなとこあると思うんでね。いらっしゃいませー。ステファニー。ステファニー頼むぜ。しっかり、身二人で監視しようぜ。いらっしゃいませー。いやでも、このおじさんあれだね。目立ったあれはないぞ。ありがとうございました。大変、次回もご購入よろしくお願いします。いらっしゃいませ。エンリケはマジでいいやつ。エンリケは本当に手厚い。帰りまでサポートしちゃうもんね。エンリケが転ばないように私、サポートしちゃう。あ、で、見て右上。チケットを確認するだって。なんだ、チケットって。あ、話しかけてみれるぞ。なんだ、これ。お、あ、レシート出てきた。疑いがなければ話すを押してくださいだって。はい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 。疑いがないね、君。帰っていいぞ。な、エンリケ、お前は、見逃してあげよう。ね、疑いがない。さあ、ありがとうございました。またのご利用よろしくお願いします。うわ、なんだこれ。あ、なんか入ってるぞ。あ、まあ、ごめんごめん、危ねえ。エンリケを無意識に殴るとこだった。これ持てるか？あ、持てないんだ。いらっしゃいませー。お、お、センターを、怪しい。変装したね、センターを。いらっしゃいませー。いらっしゃいませ。大変お買い得になっておりますよ。お客さんも全然いないんで、大変お安くなっていますよ。なんと 100% ではなく 50% オフ。センターを、センターはなんか礼儀正しそうだね。いらっしゃいませー。あ、これ牧場、牧場も安いですよ。センターを、センターをたわし、あ、
トイレットペーパーを大変お買い得になってます。センターをありがとうございました。またのご利用大変お待ちしております。さあ、ステファニーと私のダブルチェックだね。名前ステファニーだったよね、確か。そうだね、ダブルチェック。怪しいところはない。ありがとうございました。なんだ、みんな誰も盗んでかないじゃん。いい人しかいないかもしれない。あざしゃー、またのご利用お待ちしております。お前カゴ持ってくんじゃねえよ、お前ボケ手錠かけよ、カゴ持ってくなよなあ。ちょ、センターを購入確認しようか。センターを、なんかセンターを何事もなかったかになるけど、言うことまあいいか。まあセンターをあれだもんね、カゴさえ返してくれたらちょっと言うことないからあじゃじゃなんか買い物客になっちゃうじゃん。じゃあ戻すよちゃんと。まったく近頃のね人はすぐこういうの持ってっちゃうからね。いやみんな取れないこういうのなんて言うんだっけ、なんか紛れるみたいなね、そのお客さんに。だから自分がね万引きじゃなくてその警備員だと思わせない、そういう作戦もあるのかもしんない。ちょ邪魔だなこれ。あ、やっと話したぞ。センターを、いいぞお前もう帰って。あたしゃー、またのご来。おっと、長いな名前。アントニオ・エル・クアルデーシャ。なんかゴニョゴニョ一人で喋ってる。なんて書いてるの。でしゃせー、一人言が多いタイプ。汚ねえ後ろシワがすごいな。いらっしゃせー。あ、牧場も大変お安くなっておりますよ。いらっしゃせー。大変お安い。歯磨き粉も安いですよ。なんと今うちのお買い得商品はですね、このケチャップですね。ケチャップ、お、大丈夫か。ん、お、あ、盗んだ。おいボケお前こいつ手錠かけよう。え、どうやって手錠かけるんだ。明らかに怪しいよねこいつ。言うこと。手錠絶対かけた方がいいだ。やばい、お前絶対逃がしてはいけない。絶対こいつは逃がしてはいけない。こいつは牢獄にぶち込まなければいけない人間だ。やばい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 。手錠かければいいんだ。いけ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 、よし間に合うか。あぶねえ。おーしよしよし、おい、よし、お前ちょっとこっち来いよ。ちゃんとね罪を償ってもらうぜ。あぶねえ。今、スルーしてたら、右目って独房に入れ、手錠を外しドアを閉めるだって。独房ってこうさっきのとこじゃない？おいおいおい、危なく、君を逃がすとこだって何やってんの？もう、拷問じゃん。拷問したいわけじゃないの。君を、いけるいけるいける。入れて、さあ、おいで、君。掴むで、ここに置くと。あ、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。手錠外すと。はい。じゃあね、そこで、警察来るまでおとなしくしないよ。本当に。ちゃんと罪を償えば、出した。お、電話だ。なんだ、お、アナ・ボウエロじゃん。なんだい、久しぶりだね。こんにちは、ラファエル。アナです。だって。労働条件について話さなければなりません。ん、どうやってくら、ん、言うのを忘れていました。って、いいよ、別に。あなたの勤務スケジュールは朝の9時から、午後9時、結構長えな、私。何もない12時間、スペイン人の夢。これ、スペインが出来事なのかもね。給料は時給約 5ペセンタだって。ちょ、わかんないね。いくらなんだろう、5ペセンタって。ご想像の通り、社会保険もないし、なので何かあった場合は自分のお金で支払うことになります。気をつけた方がいいよ、だって。ところで、誰かが何かを汚してるに負けたら掃除することをお勧めします、だって。こうすることで追加のお金を手に入れることができます。縁側ハンサム。なんだ？なんかうるせえなと思ったわお前さ、満喫するなやで、うるさい。なんか話しかけてみる。話しかけれねえ。お前無視すんなよボケ聞かねえし、もういいよ。お前自由だ。お前誰よりも自由だ。お前ルフィだじゃあ何か。いらっしゃせー、いらっしゃせー。さあまずあいつを入れて、なんか掃除しろみたいなあったけど、あ、こういうこと掃除しろって。まあ、確かにちょっと見栄え悪いけどね。なんかあっちから盗んでみたくなっちゃうんじゃん。いや、これは盗んでるわけじゃないからね。いらっしゃせー。お、いらっしゃせー。いらっしゃせー。これは子供なのか小さいおじさんなのかわかんないな。あ、トマシと、いらっしゃせー。ん？怪しい。いや、大丈夫か？なんか、
カゴ持ってない人怪しい。いや、これ、子供じゃない。小さいおじさんだ。なんだ、怪しいぞ。いや、トマシと怪しい、みんな。なんで買わないんだ。あ、来たぞ。あ、抜かしてった。抜かすな、ボケ。あれあれ、エンリケじゃん。エンリケはいいよ。エンリケはマジ、私絶対的な自信持ってるからね。さっきもあれだったもんね。まあ、エンリケは大丈夫でしょ。あいつ、逃げてない？あ、ギター弾いてるわ。いいわ。あいつが優雅に人生過ごしてんならそれでいいわ。さあ、君は？トマシと。でも意外と盗む奴がいないぞ。いや、君もオッケーと。通ってよし。よっしゃせー。怪しい。やばい、大量に人が来た。お前、なんで裸なん？なんでお前パンツ一丁なの？ねえ、怪しい。いいぞ。買ってく分にはいい。パンツ一丁はガチ怪しい。見た目からね、ちょっと頭、あ、コーラだよ。なんて嫌な国なんだろう。コーラか醤油かな。わ、こいつ、地面に置きっぱなしにしてやかがある。待ってね、パコメルレラ。パコ。パコ、お前大丈夫か？スイカとかも売ってるよ、パコ。いや、他の人も見ないといけないのに、こいつに気を取られてる。大丈夫？入れろって。カゴにない！お前、泥棒だろ、パコ！はい、君残念でしたね。君逮捕ですよ、悪いけど。手錠をして、私見てましたからね。やばい、こうしてる間にも、私に欠けていたものはだって、お前結構全部欠けてるぞ。逆に欠けてないところを探した方がいいぞ、お前。パンツ以外全部欠けてるからね。なんで逆に欠けていないところの方が多いと思った。飛ぶ。くそ、こっちから行かないと。やばい。早く行かないと。この荒れた地域で。早く行かないと。他の人も見ないといけないのに。さあ、パコここにぶち込んで。待って、これどうやって開けるんだっけ？あ、来た。開けて、で、パコを掴んで、で、パコをここに、あ、ごめん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 。パコの手帳を外してあげないとね。いや、ちゃんと優しいよね、手帳を外すって。お前、おしっこしてんじゃん。マジ汚ねえ。しかも、ムーンウォークガチ勢だし、パコは。いい。よくそこでうんちできるね、パコ歩いてんのに。やっぱこいつらおかしい、みんな。あん、汚ね、ガチ汚ね。やめて。うわぁ汚すぎる。お前らマジで一生そこ入っとけ。さあ、やばい。君はホルエニタレス。ちょ、レシート確認しようか。やばい、私があのおじさんたちと遊んでる間に、待って、これレシート確認させてもらうよ。購入を確認だって。どうだこれ、見方が分かんないな。合ってんのか。あー、ごめん、合ってんのか分かんないけど、いうこと、いや、いいんじゃない君はね。何も悪いことしてなそう。帰ってよし。いいぞ。いらっしゃせー。いらっしゃせー。いらっしゃせー。おっ。いらっしゃせー。誰だあの声は。ご来店お待ちしておりました。あの人じゃないか。名前見してごらん。エンリケだわ。エンリケ、お前はもう警備する必要ないからね。自由に買い物してくれ。ちょ、エンリケ以外の、やばい。待って。今人いた。カゴ持ってない。怪しいよ。大丈夫か？ケリーコピト。すごい。なんかなかなかその、カゴ持ってないのに行く人いないけどね。いや、この人ガチいい子かもしんない。よっしゃせー。よっしゃせー。よし。いらっしゃせー。よっしゃせー。さあ、ケリーコピトも、まあ、問題なしか。ね。まあ、ステファニーと私のダブルチェックをかいくぐれることは、まあ、なかなか、お、なんか出てきたぞ。なかなかできないと思うんで、まあ、オッケーでしょう。ここでね、万引きする可能性ってあるのかな？お、なんだ？客が帰るのを待つだって。ブラインドを閉める。で、右のパネルと対話するだって。あ！なるほど、1日目終えたんだ。ね、これで警察がこの二人を、なぁ、お前さぁ。こいつ自分家だと思って。いや、汚ねえ、マジで。これトイレ掃除しないと、私。いや、ルフィが自由すぎるんだよな。
あ、電話か、これ。なんだい？アナ。私も言い忘れてました。だって。なんだい？アラームが鳴ったら閉店時間です。お！さあみんな客が帰るのを待つって右上に書いてるから。あ！え、客結構来てんじゃん。ね。やばい！怪しい！ガチ怪しい！ん？は？なんだあいつ？なんかムカつくな！なんか、え？これ盗んだよね？え、盗んでるよね？お？気のせいか？あ、ボゲーイ！わ、やばい！あの人！この人は多分大丈夫だから！お前！盗んでる絶対に！手錠かけよう！絶対許しませんよ、私。ね。やばいやばいやばい、逃亡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 、やばい。ガチやばい。ガチやばい。あぶねえ。逃がすとこだった。この極悪犯を世界に解き放つとこだったね。ごめんな、お前。いや、ごめんなって私が謝る必要ないんだもんな。君が悪いからね。もう閉店時間なのに。閉店時間、私、残業だよ。さあ、ルフィがね、寝っ転がってるけど気にしないでくれ、それは。さあ、みんな。上、入れたね。なんかみんな便器、あーすごい。ムーンウォーク好きなんだよな、あいつら。さあ、これで終わりかな？みんな帰ったんじゃないかな？あとあの人、エンリケさんだけだよね。エンリケさんまだいるかな？エンリケさんいるなら、まあ、店を閉めるのはまだ、あ、でもエンリケさん帰ったっぽいぞ。じゃあ店閉めようか？ね。まだ明るいけどね。これか？なんかこれでやれって言ってたよね。あー、来た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 。あいざしゃーまたのご来店おらっしゃすすんペチャセログを確認する。なんだペチャセログって。ちょ、ペチャセログみんなわかんないけど確認するわ。これで、あ、これだ、ペチャセログ。お、労働時間。獲得しかペセタ。60。無力化された盗賊へのボーナス。何言ってんだ、捕らえられた泥棒にボーナス。なんで捕らえられた泥棒、あいつらにもボーナスあげないといけないんだ。あいつらは違うぞ。盗んでもない人にいたずらをした場合の罰則。え、三罰もある。やってませんけど、私。無実の人を無力化することに対する罰。え、なんか私、ちょっと借金背負ってない？ね。あ、仕事受け入れだって、一応チェックしとこうか。じゃあ、一日終えようか。いや、長い一日だったね。いや、でも、あ、あの人たちいなくなってんじゃない？ルフィとか。ギターの音しない？あれ、あいついない！ちょっと寂しい自分がいる、あいつがいなくて。あ、なんだ？アナは。電話来てるぞ。あ、おはよう、ラファエル。ふふふふ、だって。ん？フランシスさんがオフィスであなたに会いたがっている、だって。持ち物を持って見に行きましょう、だって。そして今日はサプライズがあります、だって。あなたも夜勤をするつもりです、だって。サプライズじゃないじゃん。さあね。なんか私今日夜勤あるね。あ、マネージャー室に行く、だって。店長室に行き、店長と話す。店長。自慢したいね、店長に。こんだけ私、その、お店を守ってるよって。いや、これ店長からあれだな。特別報酬あってもいいな。ここか、マネージャー室って。多分一回も。お！こいつか？なんかこいつっぽいぞ。あ、フランシスさんだ。あ、ごめん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 。ちょ、会話しようぜ。話す、だって。こんにちは。こんにちは。私はフランシスコです。続く。でも、クーロに教えてもらえますか？イスコ、パコ、キコ、フラン。フランシス、ミスター、マスター、パキニョ、しりとりしてる？ねえ、なんか似たような言葉出して。でもデブって言われたらあなたの首を引きちぎります。怖っ。デブって言ったらあなたの首を引きちぎるの？怖っ。いい。いくつか質問を続けていきます。あなたがこの仕事に適しているかどうかを確認するには、どこかわかりますか？それはセール品です。ああ。セール品をみんな盗むんだ、きっと。最高のスーパーマーケット。でもあなたの名前は何ですか？で、あなたの名前は何ですか？私、ラファエルだね。メガネをかけたの、私のチン。あははは、いや、全然面白くないけど。ビビるぐらい面白くないけど。今すぐ仕事に行ってください、だって。さよなら、フランシス。ちょ、怖かったな。この人ちょっと怖いわ。この人に手錠ってかけれないのかな？ね。あ、かけれないんだ。息子の写真これ。すごいなんか。ツイッターのね、画像4つ合わせてでかくなるみたいな。サッカーが好きなのかもしんないけど、もうここ、
とは関わんない方がいいかもしんない。じゃあ行ってくるわ、私。何これ、これ女の子助手してるおばさん、助手してるおじさん、おじさんっぽい。これはいくらだ、だって。え、私教えてあげたいな、警備員だし。ね。いや、でもちゃんと入れてるぞ。いや、君は礼儀正しいね。じゃあ他の人探しに行こうか。ちょ、怪しいぞ。やばい、私の目が少ない。一人で何人も追えない。この人は？ケリー。ケリー大丈夫か？いや、早くそれどうするの？ケリー。うわ、ケリー盗、いや、盗んでると思ったら地面置いてるわ。ケリーは盗んでない。やばい。さっきのおじさんっぽい女の子が女の子っぽいおじさん。あの子どこ行った？やばいぞ。完全に見失うみんな。ちょ、ケリーんとこ行こうか。やばい。いた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 、ケリー。大丈夫かそれ。盗んでますね。これ盗んでますね、ケリー。ケリー一回、ブラックリスト入れようか。危なすぎ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お、すごい、ドーナツも置いてある。すごいな、これ。カゴじゃなくて椅子を動かしてんだもんな。で、ケリー、あいつは一回牢獄にぶち込んでこうか。あいつ盗んでたよね。あれ？モンスターはどこにいますか？モンスターならさっきレジに行ってたけど。やばいやばいやばい。大繁盛してきた。いらっしゃいませ。やばい、ケリー見失ったみんな。あれ？ TikToker になりたい。なれよ。どこにいる？ケリー。やばい。あいつに我が店の商品取られたかもしんない。やばいぞ。あ、痛い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 。お前ボケお前盗んでたもんな、さっき。ケリー。ケリー許さないから。やばい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 。ケリー一回殴っといて。やばい、他のメンバーをちゃんとやらないとな。さあ、行くぞ、ケリー。他のメンバー、この人 TikToker は？いや、TikToker も怪しいんだよな、正直。TikToker も見といて。いや、大丈夫か？見て。どうするそれ。大丈夫？あ、ちゃんとカゴに入れてる。偉いぞ。大きくなったら億万長者になりたい。まあ、とりあえずケリーぶち込んでくるからみんな待ってろよ。ケリーをここに。なんだなんだ、ケリー手錠に入れたらアンバートリコ。やばい、ケリー出てきた。ケリー、お前ガチで何事もなく出てきた、ケリー。やばいってやばいって。しかも聞かねえ、ケリー。みんなやばい、ケリーの乱始まってる。ケリーちょっとやばいって。ケリー一人に時間かけられないって。何こいつ、怖すぎる。早く、ケリー、やばい！いろいろ私の店から。落ち着こう。落ち着こう。慌てる時じゃない。ここでケリーを一回ぶち込んで、いや、ケリーのセクシーショット、世界一見たくない。なれ、君。もう君も入っといて。ね。わかんない。はい。一石二鳥ね。日本語合ってるかわかんないけど。待って、TikToker まだうろついてる、みんな。TikToker買ってるの？君。あれ、どこにいた？TikToker、いた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 。TikToker、まあ、君はちゃんとカゴに入れてるから、私は許そう。なんか、カゴに入れてる人は、安心かもしれない。怪しい。非常に怪しい。醤油かな？コーラかな？入れる？よし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 。いいぞ。なんか書いてたな。まあ、いいや。みんな小言を言うタイプなんだよね。さあ、おじさんっぽいおばさんか、おばさんっぽいおじさんか、お姉さんっぽいおじさん。君は？でも君怪しいのが、カゴに何も入ってないんだよね。そこが、すごく怪しい。ちょ、君についてかさせてもらうよ、私。うわ、これだいぶ見逃してる気がすんな。ちょ、一回、危ない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 。いいよ、ちょ、ごめんね。話しかけちゃって。ちょ、手錠、ここにストックしとこうか。いや、この子全く買わない。あ、足が痛いだって。買うか、ついに。持ってるな。手に持ってるから安全と見とこうか。とりあえず、ここでチェックするか。会計してる。会計で出待ちするか。君は？うわ。めっちゃちっちゃい文字でなんか言ってる。ケチャップ持って、
カゴ持ってないんだよね、みんな。怪しすぎるあまりに。やりましたね。やりましたね、君。やりましたね、君。それも行くの？二個目は手出ちゃうね。二個目は手出ちゃうね。手出ちゃうね。当たらん。当たらん。こいつ、体格を利用して。やばい。こいつ、名前は？マノリート。やばい。マノリートの、万引きチャンネル始まってる。やばい。私はお母さんが好きです。だって、あ、すごい、ちゃんと返してもらった。ちょ、マノリートに手錠しないと。放っておいて、くっそ！マノリート！マノリート！やばすぎるんだけど、みんな、マノリート。くっそ！やばい。こうしてる間にも。マノリート？お前、お母さんじゃねえ。どっちかというと、お父さんだろ、私。くっそ！で、こいつ、レジで仕留めよう。こいつ一人に時間かけてられない。お前盗んだわ、今。今盗んでたわ。よし！やっぱ身長でかい人に当たるんだけど、マノリートには当たらない。手錠をかけて、つかむ、連行連行、センターを、センターを連行します。あ、君はいいよ。レジにちゃんと入ってるもんね。ちょ、なんだっけ？名前、ステファニー。ステファニー、マノリートマジで通すなよ。マノリート、あいつはやばすぎる。まあでも君何も盗んでるわけじゃなかったもんね。だから君は、正直、出してあげてもいい。なんか、濡れ衣を私、掴んで、よし、ここにぶち込んどいて、いいぞ。私、手錠を外してあげるというね、かなり優しいからね。よし、お前ら二人、やばい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 ！お前さ、お前、本当に、危ない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 。こいつはマジで、ケリー？ケリーは、世界に出しちゃいけない人間。やばい。ケリー。ケリー。よし。いや、みんなやっとケリー仕留めたね。ケリー、こいつ、すぐ出てくるからな。掴んで、連行連行。やばい。早くしないと、マノリートが出ちゃうから、お前は何やってんだ。マノリートは？よし、まだいない。マノリートは出てない。いいぞいいぞ、ここに入れろ、ここに入れろ。お前は何やってんだよ、ずっと。あ、あいつも殴れるんだ、壁越しから。で、殴って、怖い、大丈夫か、ケリー。で、邪魔だ、もうお前。もういい、お前ら入っとけ、本当に。一網打尽スペシャルだ。お前は出ていいぞ、何も盗んで。マノリート来ました、皆さん。マノリートやべえんだよな。お前、どうやるの、みんな。マノリート、こいつは絶対、捕まえとかなきゃいけない人間だ。なんかないのかな、マノリーとやっつける道具。怖っ。怖っ、この人。あ、待って。マノリーとに夢中になってたけど、一人なんか、レジで買った人いる。ちゃんとね、お前、すいません。購入を確認させてもらいますよ。いうことは？やばい、逃げてる、怪しい、怪しい、非常に怪しい、待て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 、非常に怪しい、怪しいじゃない、怪しい、非常に怪しいぞ。うわ、盗まれた。何こいつ、私のファンなのかな。まあいいよ。あれか、将来警備員になりたいのかもね。で、私をちゃんと見てるみたいな。この人はなんか良さそうだよね。ラモンさん。ね、ラモンさん、ちょっと確認させてもらうよ。ラモンさんの購入確認。で？あ、でもなんか良さそう。なんか私、なんか白いの出てるぞ。なんだこれ。いうことは？ん？いや、みんなラモンさんは無罪かもしれない。マノリートがやばいんだよな。マノリート、どこにいた？マノリート。違う、トマシトになってる。うわ、トマシトも絶対盗む。あ、盗んでないわ。ごめんな。やっぱ、悪の根源、マノリートを処理しないといけない。マノリート、いるか？マノリート、マノリートくん。
一応君もチェックしとこうか。うん、盗んでるよな、普通に盗んでるよな。やべ、マノリートっぽい、トマシトだ。やばい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 、落ち着きそう。やばい、また逃げられる。やばいやばいって、この店の秩序は私が守んないといけないのに。待って待ってって、おら、やばい、壁に、うわ、やられた。ここ入れないのか、完全にやられた。お前もなんか裸で怪しいけど許そう。いやー、みんなマノリートにやられたわ。この人は、あーね、ちゃんと戻してくれないねえ、なんで地面に置くの。君は働きたい、私と一緒にやろうよ。じゃあねえ、いけるヨナ。うわ、ヨナも盗んでんじゃん。ヨナ、ヨナごめんな、なんで私が謝ってんだろう、いつも君が悪いからね、普通に考えて。ヨナ掴んで、よし、じゃあ今日この日終わったら終わろうかね。いや、あいつ出てくるんだよな、あのおじさん、マジで。あのおじさんずるいからな。で、開いたドアに、絶対あいつを出すな、掴んで。またあいつ出てくるからな。あ、違う、これ手錠してるから出れないんだ。まあ、手錠は取ってあげようか、私の優しさだね。手錠取ってあげて、やばい、早くしないと。くっそ、お前らさ。おら、危ねえ、ヨナ逃がすとこだったね。いや、何そのおけつ、やばいやばいやばい、ヨナ、ヨナに手錠をかけて。盗んでるよね、小さい子に当たらないんだよな。いやー、こいつ、このおじさんっぽい小さい子どうやるんだ。なんかないかな、私アイテム、ちょ、アイテム見てくるわ。いや、普通に話しかければいいのかね、今気づいた。おい。おいおいおい、お前。何個出した今。ねえ。何個出した今。いや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 、見逃せない見逃せない普通に。ねえ。うわ、子供だからセーフみたいな感じ？ダメよそれ。ね、手錠もかけられないし。よっしゃせー。よっしゃせー。よっしゃせー。いや、私、覚えた技があって、まあ、一人一人、チェックしていくのが、なんかいる。ねえ、仮に何も盗んでなくて、もうカゴが盗んでんだよね。いや、でもこれ、いや、でもちゃんと買ってる。悩む、悩む。ごめん。ちゃんとカゴは戻してね。そう、私もね、そんな、鬼じゃないからね。ちゃんとカゴ戻してくれたら全然いいですよ。危ないなぁ。カゴもね、ちゃんとね、あれだもんね。うちの商品といえば商品ですからね。さあ、ここでカゴ離して。よし、いいぞ。じゃあ買ったものは私全然いいですよ。よっしゃせー。よっしゃせー。よっしゃせー。さあ、間もなく閉店セールですよ。大変お安くなっております。いらっしゃせー。なんかそろそろ2日目終わる気がすんな。ね、結構一日どれぐらいなんだろうね。割と一日。あ、でもいない。お客さんが誰もいない。やばい。なんか、お客さん来たら来たで大変だけど、来なかったら来なかったで、ちょっと暇だからね。お客さんはある程度、一人か二人来ててほしいね。もうカオスだろう。ここの監獄カオスだろ、マジで。これは初ファンだね。ずっとついてくるんだけど、閉じ込めておいたね。いらっしゃせー。いらっしゃせー。大変お安くなっております。いらっしゃせー。やばい、これ、ちょ、外であれだ。お客を連れてこう。あれ？もう閉店ってこと？閉店ボタン押しちゃう？これ。ね。あ、なんかもう夜っぽかったのかもしんないな。ね。じゃあ二日目終わりと。獲得したペセタ60。無力化された盗賊へのボーナス4罰。40、160ペセタ。無実の人を無力化することに対する罰？ 17 罰？え？施設内での放尿に対する罰。これ私じゃないんだけどな。なんか私マイナス67。なんか借金背負ってる？ねえ。私なんか
働けば働くほどお金なくなってる気がする。